根本的にこの拒否される恐怖心取り除くには、まあ、ビジョンに断られるってことになれる。すいません。あの目めちゃめちゃタイプで、あ、これシール。わかりました。まあ、ナンパしたはいいけど、まあ、拒否が怖いがあまり、まあ、腰低くビクビクしてですね、もうちょっと断れたらすぐ引き下がってしまうってパターンありますよね。過去の俺です。陰キャナンパ師レイジです。声かけたとしても怖がりながらであると、それはもうナンパって言えないんですよ実は。で、ノーマ怖くない、むしろ楽しいぐらいにならないと、もうこれナンパできるってなりません。なんでですね、皆さんこの動画を見ることでですね、女からの拒否がもう完全に怖くなくなって、ビビりながら中途半端なナンパ、もしくはナンパできないって状態をもう卒業できます。もちろん美女にもいいナンパできるようになるんで、最後まで見てください。すいません。なんでこんな怖いのか、別に戦争に行くわけでもなく、まあ、平和な国で気に入った女に声をかけるっていう、まあ、男として、まあ、ごく自然なことですよね。それになぜこんな強い恐怖心を感じてしまうのか、これは、理由があります。例えばチンパンジーが他の群れのメスにちょっかいを出して報復でリンチにあって殺されるっていうことが、観察されたりしてるんですよ。しかも金玉かじるとか、リンチもかなり必要で、ただ殺すってじゃなくてですね、かなりひどい目に遭わせてるっていうことがあるんですよね。人間の場合もこれあったんですよ。原始時代からですね、もう何百万年って前から、実はつい最近までこういうことあったんですよ。で、80年代90年代とかまで渋谷とか池袋のゲーセンで、女に声かけてちょっからかってたら、まあ、それがヤンキーの彼女だったりして、後々チクられて呼び出されて締められるってことが、まあ、しょっちゅうあったわけですよ。で、女の背後にはオスがいるってこと、で、特に美女の背後にはより強いオスがいてですね、実際につい最近までボコられるリスクがあったってことなんですよ。だから怖いと。だから美女に声をかけるのが怖いのは、そういう本能から来てるってことです。はい、じゃあどうやったらその本能レベルの恐怖心をですね、取っ払うことができるかっていうと、その解決策はキャバクラとかラウンジで美女相手にやらしてくれって言うといいです。やらしてくれ。これは解決策ですね。根本的にこの拒否される恐怖心取り除くには、まあ、美女に断られるってことになれる。で、むしろ楽しいって感じるまでになるといいんですよ。でナンパでこれやるのはまあ難しいと思うんで、やっぱキャバクラとかラウンジでやると、まあ、一番手っ取り早いですね。もうめっちゃ可愛い子に、もう気に入ってね、美女に一発やらせるっていうのをすごく抵抗があるんよ。ちょっと慣れたいから10回言わせてもらっていいですか。ほんで全部断ってくれていいから、もう強めに断ってくれっつって、でなんかちょっとロールプレイみたいな遊びみたいに持って行ってね、やらせてくださいみたいな感じで、で女もキャッキャ言ってね、もうやらせろよみたいな、ちょっとなんかオラオラ風に言ったりとかしてね、なんかいろんな角度で言ってみて、で全部断られると。でもなんかちょっと楽しい、あの向こうもその遊びにこうちょっと乗っかってきてね、楽しくなるとですね、めちゃめちゃいいんすよ。でそうすることで、あのチンパンジーみたいにオスが出てきてボコられるってことはないっていうのを確認できるわけですよ。なんかこうボディガードみたいな出るし、つまみ出されるってこともないわけですよ、むしろキャッキャ楽しんでるみたいな感じになるわけですよね。でこれでちょっとホッとする、断られても全然無事だと、でこれ一回やるだけでも結構効果あります。でやってるとだんだん楽しくなってきてね、その後ナンパするとね、かなり気持ちが軽くなってることに、気づけるはずですよ。はい、って感じですね。ナンパに異様な恐怖心感じてしまう人はですね、美女に断れる練習をしてみてですね、その恐怖心の直でですね、慣れるってことをやってみてください。でその先にですね、断られ芸みたいなのがあってですね、こう押しと引きをこう楽しむ感じとかがですね、上手くなってくるわけですよ。これもナンパ師がすげえ上手いやつなんですけど、なんかいろんな角度からやらせろとか、なんだとか乳触らせろとかさ、なんかいろんなやり方でやることで女もすごい楽しくてですね、まあ、女もたまに怒ってみたりとかしてね、で男がヘラヘラしてるのを見て、なんかこいつはブレねえなみたいな、強いオスだなって感じるわけですよ。なぜなら恐れてないわけですよね。他のオスがにリンチされるかもしれないリスを
恐れずにこうどんどん誘ってくる男と襲うっていうのはこいつ多分強いやつなんじゃねえかなみたいなふうに女の方も錯覚するわけですよ、うん、逆に本能をうまくハッキングしてですねアピールすることも可能になってくるんですよね。だからこの拒否になれる恐怖心を根本に取るとですねそれがそのまま差別化にもつながるんですね。ぜひぜひ、こんなしょうもない恐怖心に行動を制限されることなくですねバンバンやってもらえたらいいなと思います。あて感じでですね、やらせてくれって言いたい人はですね、高評価、コメント、チャンネル登録もお願いします。うっす。